バルーン佐賀駅は佐賀県佐賀市加瀬町大和座萩野にある九州旅客鉄道長崎本線の駅。佐賀インターナショナルバルーンフェスタ開催期間のみ営業を行う。通路を挟んで上り下り短式ホーム一面一線ずつを有する地上駅。この区間は上り線と下り線の線路が離れており、島式ホームではなく両線の間にそれぞれのホームと駅舎がある。 このため、ホームはいずれも列車進行方向を向いて右側になる。ホームは、加瀬川東岸を登る築堤上にあり、駅舎は駅西側の河川敷機に設けられる。バルーンフェスタ期間中は、朝から19時頃までの普通列車と一部の特急列車が停車する。特急列車にも対応するため、最大8行編成が停車できるようになっている。2014年時点で、 バルーンサが駅を経由する列車は8両編成が最長であるが、カモメと緑、ハウステンボスが並結していた頃は9両編成以上となるカモメ、緑、カモメ、緑、ハウステンボスの並結列車は停車しなかった。ハウステンボスの前進列車であるオランダ村特急は停車したことがない。営業期間外には駅舎、ホームともに撤去されていたが、 2002年設置作業を行っていた作業員が列車に跳ねられて死亡する事故が発生したこともあり2003年からはホームのみ高級的な施設として設置されている JR 九州が発行する IC 乗車券の守護化の利用には対応していない駅周辺は田畑が広がっているのみで民家はほとんどない バルーンフェスタ期間中は、駅前の河川敷が会場となり、多くの観客で賑わう。AB、長崎本線に、臨時駅。交通新聞、P1、バルーン、佐賀駅設置に関する、プレスリリース783系電車重道の、カモメが4両編成だった時期は、カモメ、緑の並結列車が停車していたこともある。列車に接触し、作業員死亡。 佐賀新聞2002年10月17日バルーン佐賀駅ホーム高級加工時始まる佐賀新聞2003年8月19日バルーン佐賀駅からすぐ2015佐賀インターナショナルバルーンフェスタへのお出かけは JR で JR 九州ニュースリリース2015年11月2日閲覧ありがとうございます